昔一回だけアーチェリーに挑戦したんですけど、あ、そうなんだ。なんかね、全然うまくできなかったんですよ。そうなの、うん、まあ、悪くないと思うんですけど、ちょっと見てください。見てください。うん、おう、なんかそんなイメージある。おお、すごい、いいじゃん。おお、いいよ、いいよ。パン、逆だよ。ヤスさん、え、あの、愛してるって10回言ってください。やだよ。恥ずかしい。愛してるって10回言ってください。やだよ、恥ずかしい。いや、10回クイズなんで。言わせてだけだろ、お前。言ってください、愛してるって。いや、愛してる、愛してる。もっとちゃんと言ってください。愛してる、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 愛してる。冷たいお茶って言ってください。愛してる。いや、英語で言わないでいいです。うわー、おーい。ドトールね、たくさん行くんですけど、はい、あの、その時に未だにそのミラノサンドがどれか、うん、どれかとか分かんないんですよ。あれ何種類かありますもんね。ねえ、ちょっとあれちょっと分かんないから練習しときたいなと。いらっしゃいませ。どうもどうも、うん、これミラノサンドがこれどんな感じの、ミラノサンド何種類か選んでいただきたいんですけど、はい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 、ミラノサンド A、はいはい、B、はいはい、C、はい、Z、ABCZ、 はい、アクロバットボーイズクラブ、 ABCZ じゃん。え、ジャニーズの、あ、ミラノサンドです。ミラノサンドの、はい、B はあれですよね、エビが入ってるやつ。あ、そうです、そうです。あ、そうです。エビちゃんズーが入ってるやつ。エビちゃんズー。え、ABCZ の初冠番組。あ、はい。ABC、え、エビちゃんズーが入ってる。あ、ミラノサンドです。あ、そうなんです、はい、じゃあ、ザ・ Z でお願いします。あ、Z にしますか。せっかくなんで、はい、はい。あ、じゃあ、河合くん作って。え、河合くんが、ヤスさん、APEX やってるから、うん、はいはい、もしかしたら山田涼介くんとマッチングするかもしれないですよ。最高じゃん、うん、マジかよ。一回やっときましょうか。確かにそれ練習しとかないとな。今日、パーティーメンバー次誰だろうな。こんばんは、山田涼介です。え、マジ、うん、山田涼介くん、今日はもう一人パーティーに呼んでるよ。え、知念優里です。え、知念くんも、風もきれい。あ、あの頃の、あの頃のキーの盛り上がってるか、日本サーバー。サーバーにファンサするんだな、もう。今日は俺が落としてやるよ。すげー、ドーン、サーバーダウン。サーバー落とすな。あの、会社員になった時に厳しい人が上司になったら嫌ですよね。絶対嫌だよ、もう、はい。こんにちは。あ、お願いします、私が部長です。あ、はい、お願いします、それでは我が社の社訓を教えます。あ、社訓、はい、お願いします、はい、まず、最新の流行は当然に把握すること。あ、はい、もちろん、頑張ります。はい、あと、経済の動向も通勤時にチェックすること。通勤、はい。あと、純情な精神で入社しワークすること。うっせえわが社訓だ、ここやべえとこ入った。うっせえわ。アド、アドって言ってんだな。酒が空いた。あとね、いや、あとね、いや、すいません、アド、なんか口答えして、出社した時に毎回ここモニターで検温してください。うわ、ダリ、まだそんなことやってんのかよ。入りまして、はい、ピピ、あなたが思うより健康です。どういう意味なんだよ。どっちなんだ俺は。ファイナルファンタジーに物申したいんですよ。うん、何や、物騒な。僕、高校の頃にあの、うん、ファイナルファンタジーに憧れて真似して学校行ったら、めちゃくちゃ頭髪検査に引っかかったんですよ。そりゃそうだろ。こんなもうこんなやってきたら、こんなんなんだから。あれ、キャラ全部引っかかる、トワスケさんで。しょうがないと思って、こう、ナルトも流行ってたんで。あ、ナルト、ナルトのキャラ真似していったら、ナルトいいね。おい、そのカチューシャ取れって言われて。さくらちゃんで行ったんだよ。いや、ナルトで行けよ。じゃあもう怒ったと。それだったら、頭髪検査最強からのボンバーマンで行ってやろうと思って、うん、ボンバーマン。あ、最強だよ、お前。そうしたら、頭髪検査クリアしたんですけど、うん、あの、持ち物検査で爆弾入ってたんですよ。持ってくんなよ。はい、ゲームモノマネ覚えましてね、うん、はい、今日披露しようかなと思うんですけど。あ、ゲームモノマネいいですね。ゲーム好きなんで、うん、皆さんゲーム好きですし、うん、はい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 、うん、なんかスマブラとかですか。ああ、違います。ん、スイッチ の起動音。スイッチの起動音。ああ。この前、あの、とんかつ定食食べたら、うん、一緒にいた友達に、うん、お前とも食いじゃんって言われたんですよ。しょうもな。まだそんなことやついんのか。僕ってそんなに細くてシャキシャキしてますかね。キャベツの方じゃねえよ。なあ、え、いや違う、もっと他のとこだろ、当たり前だろ。あ、そうか。え、僕ってそんなに仕事サクサク進めそうですかね。衣でもないのよ。なんでわかる、豚肉の方だよ。あ、そうか。え、そうだ。え、僕ってそんなにトリュフを見つけるときに重宝されそうですかね。すごいポジティブだな、お前。あのちゃん可愛いじゃないですか。あのちゃん可愛いよ。でも、あのちゃんだったら、こう、マッチングアプリで出会った男がいまいちでも可愛く対応できると思うんですよ。いまいちでも可愛く対応できる。うん。あ、どうも。お願いします。キャー、ゲゲゲのゲゲゲのゲの中。誰がゲの中だ。おい、僕ね、屋台でおでん食べるの好きなんですよ。ああ、そうなんだ。うん、ちょっと店主やってください。ああ、分かった分かった。いらっしゃい。あ、すいません。ああ、どうも。じゃあ、うんうん、先生ください。先生、うん、先生は、あ、大根。あ、大根、はい、大根ください、ありがとうございます、はい、あと、イケメンキャラください。
イケメンキャラ。あ、ウインナー。あ、ウインナーね、面白いんだか。あと、主人公の餅巾着ください。おでんくんで言うなよ、おでんくんで言ってるよね。え、餅巾着ください。いや、卵とかでいい。あ、卵、あ、うん、ちょっとこれ卵じゃなくてガングロ卵ちゃんじゃないですか。わかんねえよ、そんな。こじはる好きなんで、こう有名になったら、うん、こういろんなこと聞かれた時にこじはる好きを忍ばせていきたいんですよ。気持ち悪いな。忍ばせていく？はい。どういうこと？匂わせていくっていうか。匂わせるってこと？うん、ちょっと質問くださいよ。あ、じゃあ記者みたいなことやればいいよね。うん、あ、じゃあ中野さん、はい、じゃあ好きなブランドとかありますか？ハーリップトゥーです。嘘つけよ。ハーリップトゥー？はい。え、こじはるがプロデュースしてるブランドですよね。はい。ハーリップトゥー。これもハーリップトゥーです。これ。こんなんないですよ、ハーリップ2みたいなやつ。え、そうなんですか。はい、え、好きな映画とかってありますか。ハーリッポターです。ハーリップ2みたいな。ハリーポッターですよね。いえ、ハーリッポターです。いや、ハーリップ2みたいにって、将来なんかやりたいことありますか。肩にタトゥーです。ハーリップ2みたいなこと。肩にタトゥー入れてる。肩にタトゥーです。いや、怖いです、芸人さんとして。え、そうですか。じゃあ好きなアイドルグループは。モーニング娘。AKB でいいですよ。あ、AKB です。はい、あ、AKB か。バイクに乗ってる人がね、一番かっこよく見える時って、うん、こうやっぱりこう止まってこうヘルメットを取る瞬間だと思うんですよね。あ、なるほどね。かっこいいからね。ブーンキキーン。すごいかっこいい。あ、長澤くんだ。長澤くんじゃん、ここ。長澤くんかよ、お前。なんだよ、お前。君はこっちに来ずに。いつも僕が行くばかり、本当に卑怯だね。長澤くんじゃん。謎謎です。あら、うん、赤ちゃんは4つ、小さい頃は3つ、うん、学生は2つ、大人は4つ、これなんだ。え、なんだ。4、3、2、1、4。足？足じゃないな。ヒントは、うん、今日の僕は1つです。え、何？あ、じゃあ正解は、うん、赤ちゃんはベビーカーで4つ、うん、で、子供は三輪車で3つで、学生は自転車で2つ、はい、大人は車で4つなんで、答えはタイヤです。ああ、なるほどね。え、お前今日一輪車で来たの。なぞなぞです。あ、はい、なぞなぞ。新聞の中にいる鳥ってなんだ。あ、知ってる。記事だから、記事。あ、正解。うん、うん、うん。じゃあ第2問、はい、いつも満員の鳥ってなんだ。満員は、うん、あ、混んでるで、コンドル。あ、いいですね。知ってる、知ってる。じゃあ第3問、うん、いつも嘘をついている鳥ってなんだ。いつも嘘をついてる鳥、うん、これヒントは、色は緑色です。緑色の、うん、いつも嘘ついてる、はい、わかんない、なんだ。正解は、うん、ツイッターで引用2件って出てるから押してみたら、まだ引用リツイートはありませんって言われる鳥です。あいつか。絶対あるはずだもんな、うん、引用されてるから見たのに。あのリアルな鳥。謎謎です。あ、馬と虎が一緒にいます、これなんだ。トラウマ。トラウマ。おう、トラウマでしょ。虎と馬。あ、トラウマ正解。おお、うん、やったやった、すごいですね。いや、全然。じゃあ第2問、うん、鳥と虎とウサギが一緒にいます、これなんだ。鳥とウサギと虎、うん、虎、ウサ、トウサ、トラ。わかんない。正解は、うん、しまじろう。しまじろうか。あ、鳥とトリッピーと、はい、ミミリンと、はい、しまじろうが一緒に。あ、いるわ、そうか、そういう。じゃあ第3問。ああ、まだあると。トラと、トラと、ブタと、ブタと、クマと、クマと、フクロウと、フクロウ、ロバと、ロバと、クリストファー・ロビンが一緒に。クリストファー・ロビンがいるじゃん。プーだろ、プー。あ、正解、正解。いたからもう。すごい、すごい。いや、すごいじゃない。第4問。第4問、何よ。猫の自爆霊がいます。妖怪ウォッチだろ、それ。ジバニャンだよ、もう。あ、正解、正解。僕ね、メンタリズムができるようになりました。マジ。はい、めっちゃ見たい。今から僕がギャグをやるんで、うん、その後みんなが完全に同じ感想にすることができます。うん、そんなんできんの。はい、やりたい、やりたい。いきますね、うんうん、太ももっすね、膝っすね、うん、すべっすね。皆さんこう思っています。靴下ファミマのやつだな。思った、思った、思った。今度推しのコンサート行くんで、絶対目線欲しいんですよ。そうなの、うん、目線は欲しいよな。ただこう、うちわにこっち向いてって書くのとかちょっと弱いじゃないですか、うん、あ、弱いかな、うん、確かにね。だから僕目立つために、うん、扇風機にこっち向いてって書いて持ってきます。風圧が
風圧が弱いとかね。風圧弱いんで。いやすごいね、扇風機持っていくの、うん、あ、扇風機持ってきます。歯にこう吐いてみたいな、向いてみたいな。こっち、あー違います、うちの扇風機羽ないんで。あ、ちょっといいやつ、いい扇風機使ってる。あ、ダイソンのやつ使ってるんで。ダイソンのやつ持ってる。あと、こう推しの色のサイリウム、うん、あれも弱いんで。弱いか。推しの色の蛍光灯持ってきます。蛍光灯すげえじゃん。推しの色のタオル、あ、タオルあれ弱いんで、推しの色のカーテン持ってきます。カーテン、すごいことになる。扇風機とカーテンと蛍光灯持ってきます。引っ越しじゃねえかお前。引っ越し、誰押してるかも分かんないしね。あ、まあ、箱押しなんで箱も持ってきます。引っ越しじゃねえか。将来イケメンヴァンパイアになって女の子と秘密の契約を交わしたいんですよ。なんてイケメンヴァンパイア。あ、将来イケメンヴァンパイアになって女の子と秘密の契約を交わしたいんですよ。そうなの。うん、まあ、ちょっと女の子やってください。ああ、ああ、我が輩はイケメンヴァンパイア。イケメンヴァンパイア。うわっ、えやめろ。何そのネックレス。あ、十字架。ママ十字架だ。やめてくれ。守ってくれた。くそ。はあ、だが俺は必ず十字架を克服する。克服。そして、うん、十字架にドラゴンが巻きついたキーホルダーを買う。ダセーな。お土産じゃん。サービスエリアで買う。サービスエリアじゃん。昔彼女にこう ABC お笑いグランプリっぽすぎて振られたことがあるんですよ。どういうこと、うん、ABC お笑いグランプリっぽすぎてってこと、はい、どういうこと。ダメ、ちょっともう別れは、もうダメ、あんたはもう。何があったの。もうダメ、あんたはもう自分のことしか考えてないよね、結局ね。確かにお前の言う通り、僕は仕事が忙しいよ。あのさ、仕事と私どっちが大事なの。確かにお前の言う通り。ちょ、壁ポスターのあいつやめて。永見さんでもつかみでしか言ってないから。確かにお前の言う通りっていうの。え、結局さ、私のことどう思ってんの。お世話になってます、オズワルド。ああ、お世話になってます。やめてそれ。伊藤と畑中です。中野だろお前な。中野だろ。もうダメだ、別れる。あんたとはもうどっか行っても。泣くのは違うじゃん、やめな。ズイヤすな。サッカー選手が PK 蹴る前ってかっこいいじゃないですか。いや、かっこいいね。あれちょっとやりたいんですよ、あの雰囲気。ああ、そう、見たい見たい。うわ、かっこいいな、やっぱ。この瞬間が一番かっこいいとこあるからな。ボールにキスしてね。ボールは友達。友達以上だよ。ね、キラキラネームの友達とかいましたよね。あ、いました。そうそう、うん、なんかナイト君みたいな、僕いました。あ、かっこいい、ね、ちょっと中二病みたいな感じで。そうそう、よかったよかった。それで言ったら僕も、うん、カズキ君いました。カズキ、うん、普通じゃん。あ、真っ赤な実カズキ君。あ、名字が、うん、え、真っ赤な実カズキ、かっこいい。かっこいいね、うん、名字がキラキラしたやつ珍しい。そう、あとケン君もいました。ケン君、うん、いや普通、名前ケン君。名字は転生したらドラゴンになっていた剣。長っ。ライトノベルだ。かっこいい。僕ちょっと文庫本を読むのにハマってて。あ、文庫本、うん、皆さん好きな出版社とかあります。出版社、うん、いやもう全然角川文庫とか知らない。あ、僕ね、あのハマってるね、会社があるんですよ。へえ。そこあの50万回生きた猫とか。50万回生きた猫、うん、あと50日後に死ぬワニとか出してるんですけど。100日後に死ぬワニなら知ってるけど、え、何文庫それ。半文庫。半文庫。え、あと500と千尋の神隠しとか。1000だな。うん、え、1000でしょ。千と千尋の神隠しは知ってる。 あと4分の1沢直樹とか。半沢直樹だろ。半分を半分にすんだよ。4分の1沢直樹。あと一人はプリキュアとか。一人はプリキュア。ソロの、うん、かわいそうに。で、一番好きなのが何よ。永遠のゼロ。割り切れず。ちょっと聞いてくださいよ。なんだよこれ。僕が海外にホームステイしてきた時の話なんですけど、はい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 、あのビルの横に立っているポールにもたれかかったボブの彼女が急に叫んだんで腹が立ったんですよ。はなんて。え、ビルのビルの横に立っているポールにもたれたボブの彼女が急に叫んだんで腹が立ったんですよ。ビルの、ビル君の、あ、ビルの横に立ってる、横に立っているポール、ポールのにもたれかかってるボブの彼女、ボブの彼女がが急に叫んだんで腹が立ったんですよ。なるほどね。あ、全然違いますよ。あ、違うの。うん、どうなの。え、ビルの、あ、ビルの建物横に立っている、うん、ポールに、あ、ポール人間、あ、そういうもたれかかってる、うん、ボブの彼女、あ、ボブの髪型の彼女ってことかが急に叫んだんで、そういうことか、まあ、腹が立ったんです。腹もいたのか。腹が立ったんだ。
やっぱり笑いを取ったら本当に気分が良くなりますよね。いや、そりゃそうです、うん、間違いない。ああ、早く笑いが欲しい。うん、もっともっと笑いが欲しい。ああ、早く笑いが欲しい。はあ、笑いが取れた。はあ、笑いがなくなっちゃった。ああ、もっともっと笑いが欲しい。中毒の悪循環に。早く笑いが欲しい。やめて。ああ、もうダメだ。ちょ、笑いがないとやめて。目覚ませ流れて。目覚ませ。目覚ませ。おい、左利きすぎ平泳ぎ。めちゃくちゃ滑るのも気持ちいいな。嫌な克服。あの、新幹線でこう後ろの席の人にこう席倒していいか聞くときってちょっと緊張しますよね。ああ、いや、緊張するんだろうね。でもその時後ろの人がセンターバックだったら強いと思うんですよ。どういうことだよそれ。ここだ。あ、すいません、席下げろ下げろ下げろ下げていいから、もっと下げろ、もっと下げていいって。絞れ絞れ絞って出せ、絞って机出せ、絞って机出せ、そうそう、机出せ。オッケー、一回上げろ、一回こうないよ、それオッケー、下げろ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 。ハリーポッターで、あの、ハリーが初めてほうきに乗るシーンあるじゃないですか。はいはい、あるね。あそこにセンターバックがいたら強いと思うんですよ。どういうことなのよそれは。お前、上がれ、上げろ、上がれ、上げろ、上げろ、上げろ、上がれ、上げろ、上げろ、上がれ、上げろ、上がっていい、上がっていい、上がれ、上がれ、上がれ、絞れ、あと絞れ、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 上がれ、上がれ、上がった、上がった、上がった、おっさん、おっさん、おっさん、結婚式のブーケトスの時に、あの、センターバックがいたら強いと思うんですよ。どういうつもりだよ。ちょ、センターバックやってください。センターバックやってたけど。いやー、結婚式めっちゃ良かったね。めっちゃ感動した。やばい。あ、そろそろブーケトス始まる。ブーケトス、あなた結婚したんだから頑張る。恥ずかしい、恥ずかしい。絶対頑張る。いけるかな。いける、いける、頑張れ。せーの。オッケー。おい、切り替えろ、下向くな、下向くな。彼女に次来る芸人グランプリっぽすぎて振られたことがあるんですよ。どういうことだよお前、うん、次来るグランプリボスキーで振られた、はい、あ、え、ちょっと待ってねえ、皿洗っといてって言ったよね。え、風呂洗ってって言ってなかった。いや、皿洗っといてって言ったよ。いや、風呂洗ってって。いや、皿洗っといて、風呂洗ってって、皿洗っといて、皿洗っといて、皿洗っといて、はい、水かけろ。やめろよなんだよそれ、あんたを。え、どういうつもりマジで。 じゃねえよお前。怒ってる。いや、怒ってねえよ別に。いや、確かにあんたが皿洗ってなかったら怒ってない。あんた一追求すんのは怒ってる。え、全部怒ってる。全部は怒ってない。で、皿洗ってなかったら怒ってない。追求すんのが怒ってる。え、全部怒ってる。全部は怒ってない。皿洗ったら怒ってない。追求すんのが怒ってる。え、全部怒ってる。もう怒ってるよああ、怒ってなかったのに。え、ヒコマロって飯食えてる。ストレッチズばっかやんなお前。漫画でよくある、はい、今何年ですかみたいなやつ、はい、ちょっと実際に体験してみたいな。ああ、言われたいですか。そうそう、言われたい。わかりました。ああ、暇だなあ。今何年。ええ、今、今何年。今2023年です。2023年。しゅしゅ、今何年。2023年。いや、ここ俺たち3年のたまり場なんだけど、お前今何年。ヤンキーかお、ヤンキー来たんかよこいつは。え、中学2023年違います。あ、じゃ違います。2035歳。違います、違います。え、役すぎ。役すぎじゃないです。あの、ちょっとモテたくて最近タップダンス始めたんで。え、マジ。はい、かっこいいじゃんお前。見てください。いや、見て、はい、見て、見して見して。すげえじゃんお前。トントントン。おい、スマホのタップかよ。しょうもねえ。おい、トン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 。なんだよこいつ。女の子フォロー、女の子フォロー、女の子フォロー。モテたすぎてフォローしまくってんじゃん。はい、凍結。凍結されちゃったよ。僕ちょっとボトルメールをやってみたいなと思って。ああ、海に流すやつだ。そう、手紙入れて流すみたいな。おしゃれだね。でも手紙の文面も決めてるんですよ。あ、もう決めてんの。はい。この手紙を受け取った名前も知らないあなたへ、私は今日本に住んでいます。国はそれぞれバラバラですが、海は一つにつながっていますね。めっちゃいいじゃんお前。みたいな文章を書いて、あの、この瓶に入れてた。チャラいなおい。え、クライナーに。はい、クライナーに入れて。いらんな、そんな素敵な文、クライナーにお前。そうと思うんすよ。なんだ、赤っ。え、赤っ。あ、でも、クライナー手紙もこう書いちゃったんで。手の小さ。この前久々にちょっと大学に行ってみたんですよ。あ、大学行ったんだ。うん、大学時代の街、だから久々にハチプリに行って。ハチプリ。はい、久々にハチプリに行ったんですよ。ハチプリ。あ、八王子に行ったんですよ。え、テニプリみたいに言ってる。え、テニスの王子様だけだから、その王子様の部分をプリっていう。ハチプリ、八王子ってこと。で、ハチプリで、うん、その当時よく行ってたハンバーグ屋さんに行って。ハンバーグ屋。そう、美味しいんですよ。そうプリビーフ。オージービーフかね。
プーリービーフなんてないから。でなんか声かけられたんで、えって振り返ったら、うん、プーリー OG ね。プリがプリプリがいたってことで、プリと仲良く喋ってて、そしたらプリが僕とプリで撮ったプリを持ってきてたんですよ。あ、そう、え、何で、このプリって僕とプリでカラオケ行ってプリプリ歌った時のプリですよね。プリプリうるせえな。プリプリうるせえよお前、これお前そんなプリプリしないでくださいよ。うるせえんだよお前。こう気になる女の子と高級レストランに行った時に、うん、パチーンってかっこよくウェイターさんを呼んどってかっこいいですよね。あ、いいねそれね、うん、やってみたいわ。美味しい料理だね。すごく美味しい。うん。君に見せたいものがあるんだ。何？ちょっとウェイターさん呼ぶね。すごい。指。指鳴らすよお前、気持ち悪い。おいパキンじゃねえよお前。店員さん。店員さんじゃない。で来ないな。スクワットしてるように見えるからお前。やめろ恥ずかしい。ほらパンパンの太もも。知らねえよ。あの地元の友達とたまに会うんですけど、うんうん、地元の友達にジャイアンみたいなやつがいるんですよ。ああもうおらついてるやつみたいなことかな。あ、いや、映画版のジャイアンみたいなやつなんで、すごく頼りになるんです。あ、そうなんだ、いいねそれは。ないな、うん、あと静香ちゃんみたいなやつもいるんですよ。あ、静香ちゃんかわいいみたいな子ね。あ、映画版の静香ちゃんみたいなやつなんで、うん、すぐさらわれます。すぐさらわれる。心配になるな。あと映画版の出来すぎくんみたいなやつもいるんですけど。映画版の出来すぎくん、こいつあんま顔出さないです。顔出さないよ。見たことねえわ俺。あと映画版の翻訳こんにゃくみたいな。映画版の翻訳こんにゃく、めちゃくちゃ活躍します。活躍するな。学校の怖い体育教師に呼び出された時のちょっと対処法を、あの思いついたんですよ。対処法、うん、そんなんできんの。おい中野、ちょこお前、おいちょこ中野もちょこお前、おいこお前、呼び出しの回数制限を超えました。ツイッターかおいAPI かお前、おい明日にしてください。理想のプロポーズってあります？あー俺ね、リビングでなんかご飯作ってもらってる時にさりげなく結婚しようかみたいなスイッチ、うん、あーいいですね。じゃあちょっとやっときましょうか。わかったわかった。あのささあ、ちょっとそろそろさ、結婚してもさ、そことできる。結婚してもさ、いいような気がするんだよ。ね、そろそろさ、結婚しても、はい、四川風油淋鶏。ガチすぎるな。四川風油淋鶏マジなんで。ほんでなんでほんでとか言われた。昔よくベイブレードやりましたよね。ああやったね、うん、懐かしい。ちょっとあの頃思い出したいんで、うん、ちょここであのベイブレードコックをやりましょうよ。やだよ恥ずかしい。いやなんか懐かしい気持ちにみんななりましょうよ。マジで。行きましょうね。ゴーシュー、マスカマスカマスカかマスカポケモンパン大好きなんですよ。え、ポケモンパン好きなの、うん、で、はい、この前買ったら当たり出て。マジ。はい。何ベーコンエピ。あ、パンの当たり。え、パンが当たったの。はい、珍しい。あの本格的な硬いやつ、硬いベーコンエピが出たんですよ。パパパパってなってるやつ。そうそうそう、ゴゴゴゴゴって。すごいな、うん、シールはシールはエピワラ。エピワラみたいなやついいんじゃん。ポケモンカード始めたいなと思って。あ、いいですね。いいでしょ。でも最近ポケモンカードってこう、うん、転売対策で、はい、こう買うときレジで子供にしか分かんないポケモンクイズ出したりするらしい。そうなの。そうそう、おじさんが買えないように。やばいじゃん、うん、練習しときたい。練習しときましょうか、うん。ちょっとポケモンカード欲しいんですけど。いらっしゃいませ、はいはいはい。じゃあちょっとあのポケモンクイズを出させてもらいます。え、ポケモンクイズ。はい。いや、わかんない。え、ゆうきりんりん元気はつらつ興味津々いい気をよ。お買い上げありがとうございます。今の子供わかんねえよ。俺たちの世代の曲すぎるから。え、ポケナビ持って。あ、ポケナビ持ってか。準備完了だ。アドバンスジェネレーション。アドバンスジェネレーション。あの初対面でなんか部活当てようとしてくる人っていますよね。あ、いた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 、うん、何だったんだろうな。あ、お疲れ様です。あ、どうもどうも。え、うん、スポーツやってたでしょ。あ、まあやってましたね。この感じ、はいはいはい。当てさせて。え、キーパー。あ、キーパーじゃない。キーパーじゃない、はいはい、キーパーじゃない。そうそう、ってことは、じゃあ、はい、チェイサー。チェイサー。先生やってないですね。え、キーパーでもチェイサーでもないってことは、はい、シーカー。あ、僕クリッチやってないんで。掃除の時間こうロッカーから出した時に、うん、当たりのほうきと外れのほうきとかありましたよね。あったね、うん、懐かしいね。お掃除するぜ。えい、えい。あ、うわ俺外れのほうきだわ。もう全部毛先がこっちに行ってるわ。めっちゃ外れじゃん。めっちゃ外れだわ。うわこれ当たりだ。うわ何ニンバス2000。めっちゃ当たりじゃん。ハリーの、うん、ハリーのほうきじゃん。ニンバス2000。あのちょっと前までなんかマスクつけてなかったら注意してくる人街にいたじゃないですか。あ、いた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 、うん、まあね、いろいろね。え、あなたなんでつけてないんですか。
ああ、すいません、ちょっとたまたま忘れて。いや、そういう理由になんないです。え、つけてください。はい、すいません、あとでつけるんで。え、ちゃんとお休み前つけてます？お休み前、いや、家ではさすがにつけてないですね。いや、でも目の下クマあるんで眼精疲労溜まってると思いますよ。いや、こいつ蒸気でホットアイマスク警察かな。いねえって蒸気でホットアイマスク警察。つけてください。いや、つけてくださいじゃねえよ、お前。いや、それあなたのエゴイズムですよね。いえ、メグリズムです。メグリズムですってね。メグリズムです。蒸気でホットアイマスクつけないんで。あ、ちょっとあなたも蒸気でホットアイマスク顎につけないでください。顎ホットマスクいねえって。服見てる時って、うん、あの服だけじゃなくて値段見てる時も楽しいですよね。はいはい、ウィンドウショッピングみたいな感じですよね。そう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 、うん、あ、いらっしゃいますね。どうもどうも。あ、いいっすね、これとかね。あ、これもおすすめですよ、うん、ない。あ、こっちがいいね、でもな。これがですね、ケンジ様専用商品となっておりまして。ケンジ様専用商品、値段が99,999円ですね。メルカリか、おい。あの地元に帰る時って、うん、この建物とかもそうですけど、うん、匂いで、あー地元だなって、あね、思ったりします。わかります、わかります。懐かしいなみたいなね、はい、うん、久しぶりだな。うわー、すごいな、この匂い。地元の乱気流。飛行機開けんなよ、お前。おい、懐かしい。やめろ、懐かしいじゃねえよ。懐かしい。おい、うわ、あれよく行ってたサイズじゃん。見えねえな、ちょっと。懐かしい。サイズがちょっとやめ、僕ここでおります。ここでおります。それ。いや、コンビニにね、うん、気になる店員さんいるからどうアプローチするか迷ってんだよね。あ、じゃあちょっと僕その店員さんのシミュレーションしましょうか。お願いします。ウェー、いらっしゃいませ。どうもどうも、いつもありがとうございます。いや、全然全然、何でもいいんだけど、なんかおすすめとかある？おすすめは、うん、この唐揚げ。あ、唐揚げくん。え、唐揚げくんがおすすめです。え、唐揚げくんと付き合ってる？え、唐揚げの、唐揚げ、あ、呼び捨て、唐揚げくん、裏では呼び捨てんでる。唐揚げくん、え、唐揚げくんと付き合ってる？唐揚げくんおすすめじゃないです。え、おすすめアイスのガリガリ、はい、あ、ガリガリくん。ガリガリくんとも付き合ってる？え、いっぱい付き合ってるじゃん、こいつ。昔、それは昔。え、昔、昔、え、まあ、やだわ。ちょっと緊張して喉痛いです。あ、そうなの。龍角、あ、龍角さんとも付き合ってる？龍角さんと飲みます。やだこいつ。僕将来ちょっと占い師になりたいと思ってるんですよ。やめとけよお前。え、占い師でも結構もう勉強しましたよ。勉強したの？うん、そうなの。ちょっと見ましょうか。はいはい、はい、お願いします。あ、わかります。え、マジですか？悩んでるでしょう。あ、そうなんですよ。ちょっと、うん、なんか好きな子がいてね、その子が俺のこと好きだとかわかんないんですよ。なるほど、うん、ちょっと見ますね。え、いいっすか。あ、すごい。出ました。おう、あなたの運命の人は、うん、TikTok の共有から LINE 開いて3番目の人で。やめろ。なんかみんな言ってるけど。ランキングの1位はコメント欄に書いてある。コメント欄に書くな。歌でこう途中まで歌えるんですけど、うん、なんか歌詞思い出せない曲あるんですよ。あ、あるよね、そういうのね。うん、うん、ある。例えば、うん、俺当てちゃうから。あ、本当ですか。うん、大好きなお洋服。あ、え、大好きなお化粧ね。知ってる知ってる。お決まりのハーフツイン巻いて、お出かけしよう、日傘持って、墓地だって幸せだもん。知ってる知ってる知ってる。将来彼女と同棲とかした時、言いたいことはこう J-POP のタイトルで言ったら歌詞で伝わって喧嘩にならないと思うんですよ。どういうことですそれは。え、ちょっと新宿行こう。新宿、あ、行こう行こう、あ、でもちょっと待って。え、群青日和じゃない？新宿は豪雨？え、そう言ってくれればいい。群青日和じゃないかな。群青日和じゃないだけじゃちょっと、うん、傘持ってこう。分かりづらいかも。え、傘、あ、待って、何？あとホワイトブレスじゃない？ホワイトブレス？うん、雪ってこと？ホワイトブレス。何、雪ってこと？テレビを消し忘れ。普通に言えよ。あ、テレビ消し忘れてたの？じゃない？いや、あんたが消せばいいだけじゃん、そんなの。お前うっせぇわ。誰がうっせぇわだよ。誰がうっせぇわ。うっせぇわじゃねえよ。歌詞うっせぇわのどこだよお前。くせぇ口ふさげや限界で。なんだと。どちらにしろ悪口じゃねえかお前。おい、ああじゃねえよお前。アイドル、アイドルなんだよ。アイドル、アイドルのどこだよ。誰もが目を奪われてく、君は完璧で究極のアイドル、金輪際現れない一番星の生まれか。割り投げよ。今はもうこう LINE とか DM で告白する人も増えましたけど、はいはいはい、昔はガラケーのメールで告白してましたよね。そうなんですよね、うん、なんか RE が続く感じがすごい良かったりとかあるんですよね。え、待って待って待って、ええ、中野くんからメール来た。え、どうしよう。やば。みゆきちゃんへ、中野です、うん、一斉送信で失礼します。 CC で送るんだよ。
CC で送ってんじゃんこいつ。私のアドレスをドメイン登録解除してくれてありがとう、うん、そうなの、解除してなかったんだ、うん、解除しときな。好きです、ああ付き合ってください。やばい、返信し、返信しろ、返信する。あ、でもダメだ。え、何？このメールは送信専用です。お、企業のアカウントかよ。Twitter の API 宣言でこう見られなくなっちゃったりして、うん、ちょっとそろそろね、あの次のアプリに行こうかなと思ってるんですけど。あー、そうね、そういう時にあの、うん、天使と悪魔が出てきたりしますよね。天使と悪魔、うん、あー、もうダメだ、Twitter もちょっと他のアプリしようかな、これな。ピロリー、え、インスタグラムにするのです。あ、インスタグラム、天使、インスタは天使か、みんなやっているし。確かにな、写真を上げるだけだから簡単なのです。あ、確かにな、結局インスタかな。デデデーン、悪魔、悪魔だ。いいからおとなしくバインにしとけよ。バインにはしねえよ。6秒動画のやつな、ピロピロリ、今さら戻んねえから。天使、それかツイッターブルーに課金するのです。あ、結局な、そうしたらたくさんのツイートを見ることができますよ。らしいな、結局課金かな。でででーん、ホームスケープスに課金するんだ。いねえよ、広告でしか見ないアプリ。あのエレベーターの中で先輩と二人っきりになっちゃった時って、うん、ちょっと気まずいじゃないですか。気まずいね。僕そういう時の対処法分かってるんですよ。え、マジで。うん、あ、乗ります。ああ、あ、すいません。先輩、あの、うん、初老っていう言葉聞くと、うん、50代とか60代とかなんかおじいちゃんな感じするじゃないですか。ああ、そうね。でも初老っていう言葉の意味は40代っていう意味なんですよ。ええー、あ、そうなん。だから先輩も初老だけど若いじゃないですか。おうおう、だから初老って聞いておじいちゃんって思うのは、うん、チーン、誤解です。すごーい、うまー。あと俺まだ30代。あの学生時代に、先生とお母さんを間違えちゃう時ってありましたよね。あるよね、わかるわかる、うん、それでは選手代表中野くんお願いします。お母さん、あ、先生。そこは間違いない。そこだけは間違いない。あのプールの後の授業の時って、うん、みんなもううとうとしても船こいでましたよね。あ、でも僕結構刺してましたよ。刺してました、うん、じゃあ400万年前の人類、じゃあ田中、起きろ田中。はい、寝てたろお前。寝てないです。いや完全に船こいでたから。寝てないです。ダメだよお前。あ、じゃあ鈴木、おい鈴木、船こぐな。起きろ鈴木、船こいでるからお前。おい田中、おい、な、バン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 、中野ボート吹かすなお前。おい、バン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 、船こぐどころじゃねえなお前。おい中野、中野、違う、中野、400万年前の人類はだよ。バン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 ブンブンブンじゃねえよお前。エンジン、エンジン、うるせえな。あのゴールデンカムイが実写化するらしくて、すごい楽しみなの。原作めっちゃ好き。あ、楽しみですね、うん、そうそう。中ではなんかさ、あの原作好きで実写化してほしいやつある、うん、あー、僕は心のノートですかね。心のノート。え、道徳の、うん、覚えてない。なんか人間がこうやってるイメージしかないな、心の。僕心のノートの子さんファンなんで。子さんファン。いや、みんな好きだよ、子さんっていうか。もう、あ、でもあれかな、実写化してもあれかな。何よ、原作超えれねえかな。嫌なファンだな。嫌なファン。やっぱ僕はあの心のノートでサブから学んだんで、うん、道徳学べよお前。やつさん、引っ越し考えたりしてません？ああ、でもなんかいい物件があればっていう感じかな。あ、めっちゃいい物件あったんですよ。え、マジで。ちょ、数字がうろ覚えなんですけど。数字うろ覚え、はい、はいはい。家賃6万のタワーマンション。え、めっちゃいいじゃん。で、場所が、36六本木。逆だなそれ多分。え、36万の六本木の店じゃない。あ、そうかそうか、数字がうろ覚え。 あと他にも、ああ、家賃4万のタワーマンション。家賃4万24つ屋。四つ屋だなそれ。え、24万じゃん。 あ、逆か。やだよ。あと1000万のタワーマンション。いや、1000万はもう高えじゃん、そもそも。六田ヶ谷。千駄ヶ谷なのよ。あとそこいいな、あと6万のタワー、千駄ヶ谷タワーマン買うわ俺。あ、そこにしよう、そこにしよう。そこにするわ俺。一瞬だけ陶芸家に弟子入りしてたことがあるんですけど。あ、そんな時期あったんだ。お前バイト気分ならやめろって言われちゃったんですよ。厳しいね。はい、ちょっとやってみてもいいですか、その時の感じ。あ、はい、どんな感じで怒られてるの。師匠、ああ、師匠の最高傑作が焼き上がりました。ああ、ダメだこんなんじゃ。ダメ、一からやり直しだ。パイーン。失礼しました。お酒はバイトか。おい、バイト気分ならやめろお前。おい、やめろお前。おい、釜で取り蒸すなお前。おい、失礼だな。僕売れたら始球式の仕事やってみたいんですよ。始球式いいよな、売れてる人がやるやつだよ俺。おい、水球かよ。おい、見たことねえよ水球の始球式を。なんで打ち返されたんだよお前。おい、見たことないって、始球式で打ち返されてるやつ。
あの僕ちょっとポケモンのモノマネができるようになりました。え、マジ？はい。すごいじゃん。ちょっと見てください。見せてや、見せてや。うん、たけしと待ち合わせをしてる人。ん？たけしと待ち合わせをしてる人。たけし。誰だ？目細いけど。こうやれよ。この前ちょっと異世界転生してきたんですけど。マジ？すげえじゃん。はい、異世界転生してきました。もうすごい、やっぱもう強くなったりした。いや、もうチートです。ええー、もうチート、やば。うん、50m、うん、6秒9。おちょっと早いぐらいだ。握力50kg。握力 50? うん、そんな強くなってない。あ、チート能力。あ、ちょっとチートってこと。チートです、チート。確かにちょっと早いし、ちょっと強いな。うん、うん、あ、そうなんだ。反復横跳び60回、チートだな。うん、チートチート。ハンドボール投げ28m。うん、チートだな。シャトルランすごいですよ。え、100回。あ、チートね。あと異世界であんま体力テストすんなよ。神社巡り好きなんですよ。神社巡り、うん、毎回ね、お賽銭の額も決めてて。あ、そうなんだ。うん、5円とかじゃないの、そんな。あ、ご縁があるから。あ、違う、ちょっと最近お金なくて悩んでるんで、悩みなくなるように783万7976円入れてます。入れすぎだろそれは。それで金悩んでんのよ、お前。友達の結婚式で恥ずかしい思いしちゃったんですよ。あらららら。うん、なんか大事なセリフをめちゃくちゃ噛んじゃって。そういうのしょうがない、結婚式は。え、そうですか。それでいいの、みんな緊張する。バン、その結婚ちょっと待った。ダメダメダメ。それだけは噛んじゃダメ。恥ずかしい。あの、もう僕ぐらいになると漫才中全く緊張しないんですよ。マジか、うん、そうなんだ。もうなんかこう食べたいものとかしか考えてないですもん今。うん、何食べたいの。まあ今は手のひらに人って書いて食べたいですね。緊張してんじゃん。制服を着てる警察もかっこいいですけど。あ、かっこいいよ。世の中に忍び込んで正義を働く、うん、こう私服警察もかっこいいですよね。私服警察かっこいいですよね。うん、新人、はい、なるたか、はい、今日あの現場だから、はい、俺たち私服警官は目立たないように現場を見渡せ。わかりました。まずは全体のチェックからだ。はい、うん、上下が暗めなので全体的にやぼったいですね。私服のチェックすんなよ。いや、現場のチェックだけでいいからお前。コーデがやぼったくなってます。やぼったいって言ってるよな、はい、先輩だからやめろ。ゴールドのアクセサリーでパキッとさせましょう。いらねえよお前。なんだよこれお前。警察手帳です。警察手帳じゃねえか。電車とかであのイヤホンでスマホ見ながら、はい、なんかこうニヤニヤしてる人見たら、うん、なんかほっこりしちゃいますよね。あ、わかりますわ。楽しそうだよね、うんうん、ドゥーンクリアー。色盛り屋かお前。色盛り屋じゃねえんだよこれお前。次どうしますか。次どうしますか。じゃあ、うんうん、神経衰弱で。ねえよそんなこと。この前お店でご飯食べてたら、隣の人の咀嚼音がうるさかったんですよ。ああ、やだねー。わかる、いるわ。本当に気持ち悪いし、めちゃくちゃうるさくて。うるさかった、うん、どんな感じ。もうそんな見たいわ。もう顔がうるせえな。顔顔パクパク言ってる。こんな綺麗にパクパク言うやついないけどね。最近家の近くで小学生が錦鯉さんの挨拶のモノマネしてて、今そうらしいね。とても元気が出たんですよ。俺も見たことあるもん。あ、先生。あ、どうもどうも。どうもありがとうございました。こんにちはの方やれ。渡辺さんの方やらねえから。どうもありがとうございます。渋すぎるわこの子供。どうもありがとうございます。ヒッザー！なんでそこやんだよ。40代で痛くなるところのやつ。あの、街で叫んでる人いるじゃないですか。いるね、うん、あんま言わない方がいいです。でもこうね、叫び声ちょっと間違えてると思うんですよ僕。どういうこと。いやね、こう山で叫んでる人ってこう、ヤッホーって言うじゃないですか。あー、確かにね。で、こう海で叫んでる人って、うん、バカ野郎って言うじゃないですか。あー、なんかそのイメージあるな。こう間の街はこう、うん、バカ野郎とヤッホーの間を取って、うん、バーロー。新一じゃねえか。新一になっちゃう。街で叫んでる人は、うん、バーロー。いやいやいや、バーロー。新一探してるみたいになるから。ちょっと僕最近 DM で知り合ったこと遊んでるんですけど。え、はい、え、はい、あ、え、はい、え、裏でやろうや。え、 DM で知り合ったこと遊んでるんですよ。で、結構水やってる子で。水やってる子、うん、え、なんかかなり闇もね、かなり持ってるんですよ。あー、やばいじゃん。でもね、最近もうの会ったらすぐ一線交えてます、うん、一線交え、はい、え、泣かれてちょっと。 DM で知り合ったんで。ダメだよそんな。え、 DM 危ない。変な SNS 何やってるか分かんないけど。あ、 SNS じゃないですよ。え、デュエルマスターズ。デュエルマスターズか。
DM？ 結構ね、あの水文明をメインにやってる。あ、水やってる。そういうことね。で、闇文明のカードを持ってて、あ、はいはいはい、もう会ってすぐ一戦デュエルしちゃいます。デュエルか、はい、なんだよ、な、何やってる。あ、でも結構ね、あの、うん、肌の露出が多い系の子なんですよ。うん、マジかよ。冬でも半袖短パンです。小5男子じゃねえか。お前小五男子か、うん、僕雷が苦手なんですよ。あら、そうなんだ、はい、でもいるよね、ちょっとね、ゴロゴロしてるだけで怖くて。あー、もう相当苦手。この前いろんなところで叫んじゃって。そうなの。あーすごい、雷だ。あらららららら、あ、うん、あー、うわー、すごい、キャスター付きの椅子だ。ゴロゴロしてるけど、いや、もうゴロゴロしてる、何でもいい。あー、うん、休日のお父さんだ。ゴロゴロね、ゴロゴロしてるわ、それは。なんだよ、夕方のコンタクトレンズだ。ゴロゴロするけど、今こそ良かったなと思いますけど、はい、あ、当時子供の頃ね、うん、天然パーマですごい悩んでたんですよ。あ、いじられたりしてね、もう生まれつきですし、どうしようもないですもんね。本人しょうがないから、うん、それで言ったら僕も、うん、こう昔天然インナーカラーだったんで。いねえよそんなやつ。天然インナーカラー、もう顔周りが映える映える、良さそうだ、うん、悩んでねえだろそいつ。それに加えて、うん、天然姫カットだったんで。天然姫カット、もうここのこ段差がすごくて、段差やってたの。天然インナーカラーの天然姫カットだったんですよ。お前天然高畑充希じゃん。昔、はい、こう深夜に犬の散歩してたら、はい、めちゃくちゃ怖い体験したんですよ。怖い体験。ちょっと犬の散歩しててみてください。はい、あ、かわいいかわいい。こうね。あ、こんな夜中に少年が、どうしたの？お兄さん、僕が見えるの？え、怖い。ちょっと行こう、行こう。お兄さん。その犬が見えるの？こいつもか、おい。僕中学時代の話なんですけど、はいはいはい、ちょっとあのプライバシーを守りたいんで、うん、僕以外の友達の名前は全員仮名にしますね。あ、いい、大事だよね、うん、そういうのね。僕中学2年の時の夏休みに、はいはいはい、僕と、十文字隼人と、十文字隼人、仮名かっこいいな。はい、仮名なんで。あ、そうか、そう。僕と十文字隼人と如月仁が、うん、かっこいい、ね。キサラギジン、僕と十文字隼人とキサラギジンが伊東洋華堂で虫キングしてたんですけど、ダセえな。仮面がかっこいいから。え、まあ、中学生だったらしょうがないんだけどね。で、そこに西園寺流星がやってた。西園寺流星来た、かっこいい。西園寺流星が財布をベリベリベリって開いて、ダセえ、中学生だなおい。で、みんなではしゃいでたらヤンキーに絡まれちゃったんですよ。あらららら、やばい、絶対絶命だって思ったら、 おい、俺の友達に手出してんじゃねえぞって追っ払ってくれたのが、こいい、ポコガーラ、ポコマツ、ポコガーラ。ダサ。ちょっと今から話す話、ピー入れた方がいいところあるんで、あの、気になったらピー入れてください。大丈夫？はい。そんな話すんなよ。あの、この前ちょっといつものように松田聖子の赤いスイート聞いてたんですけど、ピー。それでピー入れてちゃんと。ああ、赤いスイートピー聞きながら、あの、熱帯魚のグに餌あげて。グピー。グッピーね。ああ、グッピー、ちゃんとピー入れろちゃんと。で、その後あのターパンの DVD ピーターパン先にも入れろちゃんとピーは。お前で、そう見てたら、 あの道を、うん、ピコ太郎さんが通ったんですよ。ピコ太郎さん、テン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 ピーピーえピー、いや入れろちゃんと。あの、僕ちょっと最近困ってることがあるんですけど。どうしたんだよ。変なあだ名をつけられちゃって。変なあだ名、僕ゴビ砂漠って呼ばれてるんですけど全くその要素がないから。ないね。なんで呼ばれてるんでか全くわからないんで。砂漠、ゴビが砂漠だから。やっぱ朝倉未来さんみたいに強くなりたいから、うん、ちょっとジム行きたいんだよね。あ、じゃあ僕トレーナーやりましょうか。あ、マジで頼むわ。ウィーン、どうも、よろしくお願いします。あ、すごい、ちょっとあの強くなりたくて。お、うん、マチョマチョにメッチョになりたい。めちゃめちゃにマッチョになりたいです。マチョマチョって何ですか？じゃあ基本のダンベルトレーニングいきましょうか。ダンベルトレーニングとかやるんだやっぱな。うん。あ、でも意外といけるかもしれない。あ、本当ですか？もっと重くしても大丈夫。僕以外の男とトレーニングしないで。重っ！